ザ・五十回転のロックンロールやりこう。はい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 、はい、というわけで、はい、まあ今日もやりましょうよ。今日もやりましょうね。前回に引き続き、はい、ダイヤ帝国、うん、ね、はい、イギリスのパンクロック、はい、前回はセックスピストルズ、はい、クラッシュ、はい、ダムド、はい、まあ濃かったね。濃い。でその3バンド以外の UK パンクバンドを今日はさらっていこうと思います。というわけで、はいはい、できるわけがないと、うん、収まるわけがない、収まるわけがないと最初から分かってますけれども、膨大にバンドがいるからね、はい、イギリスのさパンクシーンって層が厚いんやね。厚い、ね、だって70年代に限定しても相当いるよ、うん、多いですよね。で70年代でパンクバンドっていうことですから76年以降ってことですからね、はい、たった4年間で相当いますが、うん、はい、まあちょっと一言コメントとともに、はい、行こうじゃないの。行きましょう、うん、何から行こうか。そうなるよね。何から行こうか。セックスピストルズ、クラッシュ、ダムドの次、次を任せられる、うん、次は、まあ、横綱大関と来て、関脇を任せられる人たち、はい、うん、でもみんなすごいからね。そうだ、まあ、まあ順番に行こうかじゃあ、はい、うん、じゃあまあこれ ね、 そうだね、当然ボイズ、僕らの大好きな、はい、ザ・ボーイズ、かっこいい、これ完璧のね、いいよ、いやかっこいい。ボーイズはね何がいいかっつうとね、うん、メロディー、はい、そしてタイトなビート、うん、疾走感、うん、たまらないものがある、ね、そしてねイギリスのバンドによくあるハイトーン気味のボイス、あ、なるほど、これがいいね。ハイトーンというかね、ヘロッとした感じのね、それは多分ね、セックスピストルズもちょっとある、うん、うん、なるほどなるほど、あれね、なんかグラムの影響じゃないかなと思うね。あ、そうなんや、ボーイの影響じゃないのかなと思ったりして、ほう、あ、そうなんや、新しい、新説ですな、じゃないかなと思って。あれだってさ、アメリカのバンドあんまないよね。全然ないね、うん、マッチョな感じだね、うん、というのはアメリカ の、 モテるタイプってマッチョタイプやん、うん、そう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 、イギリスはそうでもないのじゃないかなと俺は思ってる、うんうんうん、アメリカほど、うん、なので、ファストカーズとかもそうやけど、うん、ザ・ボーイズのこのハイトーン気味のヘロッとした攻撃ボイスも、うん、ひょっとしてそっち方面のから来た営業なんじゃないかなと思ったんやけど、うん、家帰ってグラムもっぺん聞きます、うん、なるほどね。でボーイズは、はいはい、ファーストがあり、セカンドオルタナティブチャートバスターズがあり、はい、サードがどれか分かりませんけれども、これです、ね、サーベルダンスが入ってるね、はい、最高です、はい、もういうことがないんだよ本当に、うん、はい、ザ・ボーイズ、このね、はい、ボーイズオンリーもある。はい、すごい。これもね、はい、サム・クックのカバーがあったりとかね、はい、うん、素晴らしい、うん、で、さあ、まあ変名バンドとしてね、うん、ヨブス、ヨブスね、まあ、ヨブっていうとあれかな、ならず者的なことなのかな、うんうん、エグザイル的なことなのかな。で、こちらもヨブスと、はい、まあボーイズ結構ね出してくれてて嬉しいよ ね、 ね、ボーイズはねでも一貫してる、はい、なんか変なこと、変な方向にシフトチェンジしたりしない、はあはあ、その辺のね、一本筋の通った、うん、意外とナンパに見えて、うん、多分自分たちのやってることに誇りを持って、うん、なるほど、軌道修正せず、うん、ただそのヨブスっていうのはボーイズに比べると、はい、まあ、全編下ネタです。歌詞が全て下ネタです、はい、ね、全てに近いぐらい、うん、気をつけてください。あとですね、ホタルの光のね、うん、カバーなんかはあれはちょっと YouTube でもその言いづらい、なんていうのかな、曲が終わって、はい、鼻をすする音が聞こえて、はいはい、まあ、別に鼻をすすってるって別に何をすすってるかは言ってませんよ。そうですよ、鼻をすすって次のテイクになるとすごいスピードアップしてるっていう。いいよね、まあも、まあ、ふざけてていい、ね、文字通りスピードアップしてる、うん、まあ、スピードアップしてるっていう感じの、まあ、そういうテイクもありますが、これはカットかもしれません、うん、はい、はい、まあそんな感じの、はい、ボーイズ&ヨブス、はい、うん、鍵盤が入ってるのが特徴だね。ああ、歌詞のスティックね、うん、素晴らしいね、うん、で、マットが抜けたマットレスボーイズっていうのも今やってて、うん、それもいいよ、いい名前やな、マットレスボーイズよ。いや、マットがいないだけやで。分かってるよ、マットレスのね、うん、マットレスボーイズもいいですからね、う
でも僕らの好きなさ、はい、ジミブラがさ、はい、あ、ジミブラ、ジミブラウンね、このアルバムに入ってない曲だね、うん、あ、名曲よね、うん、ジミブラウン、これもいい。ボーイズの前にハリウッドブラッツっていうバンドもね、はい、いました、うん、はい、これもあのピストルズがニューヨークドールズに影響を受けた、部分もあ、受けた部分もあったと思うんですが、うん、ザ・ボーイズもこんなバンドをやってて、ね、このシックオンユーのね、元ネタっていうかシックオンユーかやってるよね、うん、遅いよ、めちゃくちゃ遅い、だからグラムバージョンみたいな、あれがニューヨーク的なルーズなロックンロールスタイルでやってるシックオンユー、これも要チェックです、うん、なるほど、OK、 はい、うん、はい、でね、僕はあの悟ってます、うん、最近ね喋りすぎてる、どんどん行こう、どんどん行こう、毎回言うてるボーイズよこせ、もはい、じゃあまあちょっとボーイズの全然違うんですが、はい、バイブレーターズ、バイブレーターズ、この辺は、パブロックの時代から活躍されてる由緒正しきイギリスのロックバンドがパンク時代に出したパンクアルバムと、はい、いう感じですかね、はい、ただあのいわゆるパンクのイメージっていうよりはやっぱりロックンロールを経由してる、はい、まあなんかこう底力というかね、うん、あのビートのタイトさも含めて ねすごいですよ、うん、あのこのドラムはね、イメージで叩いたりも今後するんかな、はあ、うん、なるほど、そんな関係性があったりします、バイブレーターズ、はい、どんどん行きましょう、次これぐらいかな、バイコックス、いい ねバイコックスいい、いいね、なんかちょっとこうなんていうかな、ひねくれたポップセンスっていうか、うん、こうキラキラしてんだけどちょっとこうアレンジだとか、わかる、ほうほうほう、ね、何か引っかかるところを残すバンド、でもねこれはねイギリスぽいとも言えるかもしれないね。わかる。なんかこうフックを、フックがイギリス的なんかな。すごいこうあのうまいこといきそうなのに収めようという誰でも想像できる収め方をしない。しないよね。報道に。それがバズコックスのかっこよさだね。うん、シングルスっていうね。ありますか、ああ素晴らしいね、はい。これも素晴らしいバンド。バズコックス、ね、はい。バズコックスです。はい。さあ、ね、ちょっと見えてる、これ行こうか、これは触れざるを得ないね、これはいかなしゃあない、はい、ジャムです、はい、ジャムですわ、はい、ジャムです、ジャムですよ、ジャムっつうと何かね、うん、まあね、何かねてモッドの要素の入ったパンク、ロック、初期はね、うん、うん、まあ、どんどんこうあのアルバムを枚数重ねていくごとにいわゆるパンクのイメージはなくなっていくよね、いや僕はその前に聞きたいけど、はい、ジャムのファーストでさ、はい、パン、いやステージは多分パンクっぽいやろなと思うんや、うん、でも曲とかが、うん、やっぱリズム&ブルースの香りするし、すでに、うん、そうね、なんかいわゆる他のパンクらしいパンクバンドとは隠してくるね、うん、一線を、なるほどね、という感じがする、うん、ジャムはね、なるほど、そうね、うん、まだインザシティ弾いてみますか、インザシティ、ね、インザシティ弾いてみますか、ちょっと立憲ばっかじゃないけど、うん、だからあのイギリスのさ、あとね、ピストルズやったらこう弾くでしょ、はい、ピストルズはこうやっぱローコードの感じね、うん、っていくところをやっぱこう、うん、ジャムは立憲ばっかで、はい、うん、この音ジャムっぽいね、だいぶいい音してる、いい音やね、ジャムってもうね、ギターの音全然違うね、他のパンクバンド違う、だからあのリッケンバッカもそうやけど、もともと狙ってるで自分たちが大好きな音楽が、うん、やっぱりパンクロックの界隈の人たちと違うんだと思うよ、うん、キラッとしてる、そうだね、だからグラムロックが好きで、うん、とかいうタイプじゃないと思う、うん、ジャムのみんなはね、うん、ブラックミュージック愛してる感じが出ちゃってるね、こうカバーにしてもさ、あ、うん、ヒートウェーブにしてもヒートウェーブね、これ入ってるね、うんうん、いいよね、そういう感じがちょっとこうモッドだね、うん、だから後年に差し掛かっても、うん、彼らはそういうとこあったね、ずっと、うん、そうそうそう、この人らも一本筋の通った R&B マンって感じがする、うん、パンクの時代に生まれたけどっていう感じ、なるほどね、で多分初期の頃は特にステージングも激しかったからパンクのイベントとかいっぱい出たと思うけど、うんうん、なんかお客さん意外とピンと来てなかったりしたかも、うん、なんかちょっとピストルズと違うなみたいな、うん、ガッとくる、うん、でもだから好きな層にはガッと来てる、そうそうそう、そういうことやね、うん、こう意外とさ、うん、はい、まあセカンドもいいアルバムですけども、はい、セカンドもいいアルバムですけども、セザマでサードオールモットコンズがあって、オールモットコンズね、これ
裏ジャケにさ、はい、リッケン写ってんだけど、うん、よく見たらボーイズのステッカー貼ってんだよね、うん、こうなんかこういうつながりあったんだってちょっとドキドキしない？わ、思う。それはね、昔のフライヤー集を見てて、うん、パンクのフライヤー集を見てて、はい、ラモンズの前にテレビジョンを見るような一緒にやってたんやみたいな、うん、ああいう喜びね、あるよね、うん、イギリスでもそういうシーンは絶対あったやろし、うんうん、あったやろな、エディ&ザ・ホットローズがフィールグッドの前座やった話もしましたけど、でそういうワンマンショーだけじゃないんやからさ、うん、誰と仲良かったんやろとかさ、でジャムと仲いいやつってあんまり少なかったと思うね。確かにそうでもそう言うたら、さっきのザ・ボーイズは、うん、ビートルズの香りするし、そうね、鍵盤入ってるし、うん、ジャムと仲良くてもおかしくないよね、うん、そんな感じすごいする、で、まあ、ボーイズと仲良かったんじゃないかと思われたんですが、はい、ほら革ジャン着てたりさ、革ジャン着てる、ちょっとそういうジャムの方からもパンクへの歩み寄りがあった時代なのかなと、うん、なるほど、ね、思います、うん、はい、ジャムね、さあどんどん行きましょう、はい、さてジャムが出たら、はい、これ行こうか、あ、いいですね、アディクツ、はい、うん、これでも一個一個喋るようなバンドやからねアディクツはもうかっこいい、そのクロックワークオレンジですか、うん、ドルーグですか、時計仕掛けのオレンジのドルーグをはい、模した感じのね、うん、クロックワークパンクなんて言われますけどね、うん、あれさ、あの時計仕掛けのオレンジがイギリスで公開された時、はい、暴力事件がめちゃ起きて、あ、公開禁止になったって言うけど、はい、ちょっとねそういうバイオレンスとは違うよね、そうね、どっちかというとファンなんだよね、ファニーだよな、うん、俺はねイギリスのバンドのねこのファンな感じ、うん、いいね、うん、好きやね、それはね、うん、まあ多分トイドールズとかにもね、あるよね、後ほど受け継がれていくんやろうと思うんやけど、うん、でこちょっとねイギリスのシンガロングの感じもするこの、はあはあ、そうね、アディクツはねちょっと多いの感じっていうかね、うん、うん、東京もかっこいい、あの不穏な感じもさせだったり、うん、なんかシンガロングがあったり、はい、大好きなバンドいいよね、バッドボーイなんていう名曲もありますけどね、うわー、バッドボーイ泣けるよね、バッドボーイ泣ける、バッドボーイもみんなでこうしたいもんねバッバッボーイやね、うん、いいね、まあ、だからさっきのそのファンの流れでいくと、いい、ね、続きましては、はい、出ました、やったー、トイドールですね、うん、ネリーさんだぞーということですね、はい、はい、アイドルゴシップがあったり、はい、うん、ね、こんなファードディスクがあったり、はい、まあ、ね、トイドールズっていうとやっぱりスリーピースバンドの、ね、あの一つの極致というか、ね、すごい、まあ、そのちょっとプレイしますと、まあ、ちょうどテレキャスターですね彼も ね、 ね、オルガさん、オルガさん、まあ、こういうまあ雰囲気は雰囲気、まあ、まあそのつまりその単音さ、あの低音のさ、この、まあ、この辺ね、まあこのさ、はい、このフレーズに代表される、はいはい、8ビートやけど16で刻んでいくスタイル、そう、これがとにかく俺たちにも影響を与えてくれたね、ねえ、うん、もうドラムがかっこいいのよね、このさ、ワイプアウト、まあこれライブ前やけど、ワイプアウトのあのスピードよ、すごい、すごい、意味がわからん、あれ多分世界で一番速いよなねえ、ほんまに叩ける人おるんかな、 でオルガさんもね、うん、ピック自作なんよね、うん、自作なんや、自作、ピックってさ、うん、はいはい、まあ大体こう、あのこれペラッとした、はい、ね、うん、なんですかこれ、プラスチックでもない、塩ビでもない、うん、こういう樹脂製のもんですけど、はい、これをね、おそらく人差し指なんやと思うけど、はい、ガムテープかなんかでこう巻いてんのよ、ほう、へえ、そうすると何がいいかって、はい、これ技術的な話ですいませんねそうするとここで止まってるでしょピックが、はい、人差し指と、はい、そうなるとこっちに対する遊びがなくなるのよ、はあはあ、言うてるの分かる、はあはあ、こっち方面の遊びが、うん、本来ならこうやってギター弾くときにスローでいくと弦ね、これ、はい、弦に当たるときにこう肉による遊びが出るでしょ、はい、それを極限まで減らすことによって、はい、あの弦に当たったら即音が鳴り、うん、すぐ元の位置に戻れると、うん、でトゥントゥクトゥントゥクができると、スピード、説明が下手やな、ほんまに、分かりましたよ、分かってくれた、分かりましたよ、そんな感じ、で、まあ、自作のそういうタイトに演奏するための道具もあったり、なるほど、
ちょっとあのタイトさはもうベースもすごいけど、うん、異常なぐらいよね。唯一無二や。凄まじいバンドです。まあそのネリーサンダースが一番有名で、あのクラブヒットやけど、はいはいはい、それ以外も全部いいです。すごくいい、うんうん、全部いいのであのいちいち言いません大好きです、ね、はい、でちょっと僕がさっきアディクツからの流れでこれを紹介したのは、はい、やっぱりシンガロングスタイルっていうのがイギリスのバンドの、うん、パンクバンドの大きな、うん、あの要素だと思うんやけど、うん、ね、そうなってくるとね、うん、シンガロングで言うとね、はい、やっぱりビジネスとビジネスやっぱオイパンクにこう関わってくる話だと思うんですね。いいですよね。あとまあ連呼型のメナスのね GLC、はい、GLC もありますけど、はい、やっぱこの長いシンガロングで言うとビジネスから、はい、コックスパラーです。コックスパラーはね、はい、さっき言った、うん、ハイトーンでもあり、はいはいはい、ロックンロール時代から活動してるから、うん、パンクだけを通ってるわけじゃなく、うん、かつシンガロングという、うん、もう僕が好きなもん全部兼ね備えた、うん、だから僕は唯一ちょっとライブに行きにくいなというのは、まあ、ちょっと怖すぎる怖い見た目が怖すぎるということで、いかつよな、うん、でもこれね僕はこのアルバムを何回聴いたか知れませんけどもね、うん、はい、もう全部いいんですよこのライブ版、うん、素晴らしい曲で言うと ね、 Take them all ね、Take them all に聞こえるけど、あれもかっこいいです。I'm a working out running、 I'm a working もいいし、足ばらしも全部いいです。はい、はい、ですね。コックスバラーはね、もうやっぱりあのインテリジェンスで、あ、インテリジェントな雰囲気あります。そうね、うん、確かに。で、オイで言いますと、はい、ごめん、オイ流れでもどんどん行くね。はい、ブリッツ。ブリッツね。ブリッツいいじゃん。ブリッツはね、オイ時代が、まあ、特にもう当然素晴らしいけど、はい、僕はねこれをしたいんよ。ニューエイジ。ニューエイジね、うん、ニューエイジはね、ニューエイジ、いいね。あのミュージックビデオ見た？泣ける。あの UKDK のさ、はい、なんかちょっと UKDK の中におけるちょっと箸休めみたいな扱いの曲よ。そう、ね、だってファッキンニューエッセーとかと流れで言うとそのパンクっぽくない。そうですね。でエレポップ化する前のブリッツのあの、うん、なんかこう寸前のこう過渡期の寸前のこのなんとも言えんこのねなんとも言えんいいあるやね、ビメロやね、うん、ニューエイジ俺一番好きかもしれない。ニューエイジよね、素晴らしい曲がありますので、うん、はい、あまりこのなんかこうちょっとね微妙にこの 80s ハードコアっぽい彼がいたり、うん、スキンズっぽい2人がいたり、うん、ちょっとこれも捉えがたい、ちょっとね、方がおられたり、うん、ギターの方がおられたり、ちょっと不思議な番、見た目は不思議なんですが、内容充実です、はい、これちょっとあのシングルコレクションかな、持ってきてしまいましたけど、はい、素晴らしい、要チェックでね息切れするつかつかつ。でね、スキンズと言いますと、はい、やっぱ独自のシーンがあると思うんですよ、はい、僕たちのちょっと伺い知れない、はい、でその中でやっぱこうローカルって言うと失礼やけどスターのピアニストがおられると、はい、思うんですね、はい、でこのフランキー・フレームという方、はい、この方のピアノがね、うん、いいんだ、うん、シンガロングでいいんだ、うん、はいはい、オンニョバイクなんだ。オンニョバイクね、オンニョバイクなんですよ、はい、これねちょっと今回このコメント力大丈夫かな。どういう方なんですか。まあ、パブサーキットでやられてるし、うん、ライブハウスでも当然やられてるけど、はい、ピアノの方でバンドアレンジで入ってるオンヨーバイクっていうのが、はい、あのオイチャートバスターズっていう、うん、あのオイのオイっていうかオイオイっていうね、あのスキンズがやってる音楽シーンの、はい、一部を総称してオイというシーンがありますが、うん、まあ、そのシーンのちょっと重鎮として重鎮、1曲入ってるのがオンニュアバイクっていう曲で、はい、めちゃくちゃいいです。なるほど、めちゃくちゃいいです。これちなみに日本のバンドでねプリズナーっていうバンドも、はい、あのカバーされてましたけど、そっちもかっこよかったけど、オリジナル版もやっぱね、うん、素晴らしい。言うことがない言うてるけど、みんなでこの前映像見てたよね。そうなんですよ、見たよね、はい、あの YouTube 遊びしたよね、みんなでね、よかったね。その時ねオンニュアバイクすごかったよね、よかったよね、よかった、うん、ごめん言いたいことあるよね、まだまだいろんな曲そう、もういろんなバンド、うん、あの今もうパッと言って終わろう、うん、イータージェネレーション X、 スティーブ・リトル・フィンガーズ、スローダウン、これまだ今度しよっか、ほんまやな、ちょっとね収まりきりません、ちょっともったいない、この人だけでさ
これ聞きながら陶酔する俺たちをもう2分ぐらい見てもらうっていうのいいかもしれない。ヘッドホンで無音で俺たちのため息だけが流れる。あ、そっち？ぐらい全部いい曲を今日紹介できたんで、はい、続きもしくは細かくはまた今度やりません？やりたいですね。1個か2個ずついいバンドなんかピックアップしてさ、喋れた方がいいような気がしてきた。ほんまですね。うん。というわけで本日は、はい、UK パンク、はい、2回と言いながら第2回と言いながら後編ではない感じ、まあ、もう一つ中編かなこれが。いや、いつ終わるか分かりません。ちょっと続きそうな感じなので、はい、また引き続きこのチャンネルご愛顧いただいて、また50回転図喋り始めたらまたよろしくお願いいたします。というわけで便宜上50回転図がお送りする UK パンクの第2回でした。チャンネル登録お願いします。楽器教則 DVD シェアナンバーワン、アトスインターナショナルのギターレッスン見放題サービスがスタート。 DVD で人気の映像が100本以上見放題。アトスギターレッスン、今日からあなたもギタリスト。